親子、イチャタイムということでやっていきましょうか。ブルーホースでございたい、痛い、上。はい、ということでございます。早速ね、もうわけはわからないことでごちゃごちゃになってるので、ちょっと時間がありましたので、前回のパートの続きから撮っております。珍しいですね。はい、1日1パート撮るのが限界の収録環境の中でも、こうやってね、命を削りながら頑張っておりますので、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたらと思います。ということでやっていきましょうか。ゼルダのデス、時のオカリナ、パートは忘れたけど、まあ、なんか、7か8か9か10くらいっていうところですね。はい。前回は、無事ですね、ジャブジャブ様のお腹の中をクリアすることができまして、ルト姫を助けてですね、中がキングゾーラのお下がり、ゾーラのサファイア、エンゲージリングというものをいただいたというところでございます。で、今回は、その3つの精霊石ですね、琥珀の森じゃなくてなんだっけ。お霧の翡翠と、ゾーラの、サファイアと、それから、ゴロンのルビーをですね、手に入れたということでございますので、今から、3つ手に入れたので、なんだっけ、あそこに戻りたいと思います。ゼルダ城に戻り、ハイラル城に戻りたいと思います。ハイラル城に戻る最中にですね、なんか変なおっさんがね、ゴリゴリにこっちに、M 字ハゲオっていうやつがですね、こっちの方を見つめてきてね、おい、小僧とかって言ってくるような場面が出てくるんですけれども、まあ、小僧っていう言葉がふさわしいのはですね、あくまでガロンドロクさんではなくてですね、モロさんの方ですね、おい、黙れ、小僧って、言葉がやっぱりね、もう全国民の耳の中になんか残る言葉じゃないかななんて思ってます。まあ、そんなクソくだらない話はどうでもよくてですね。さあ、ということで、こっちに向かってまいりましょう。で、青になってるんですけど、なんだか不穏でございますね。今までね、明るい時はですね、夜は敵国からの侵入を防ぐために、門が閉まっているっていうことは、誰が見ても、明白だったんですけども、なぜかお昼の最中に出るとね、こんななんかすごい暗い感じになっててですね、しかも何やら、こう近づいていけば行くほど暗雲立ち込めるということで、はい。そして急に降り始める雨ということで、雨は降ってないけど、雨は降ってないけど、雷は降っているということで、これから土砂降りが来ますっていう時代でございますね。で、ちなみにですね、私、残念ながら今、盾を持っておりませんので、もう、攻撃一方的にもうとにかくボシボシやっていくしかないって、ボシボシというなんかもう言葉の表現がもうまるでクソみたいな感じなんですけれども、はい、擬音語の使い方分かってるっていうのを一から勉強し直してるって、擬音語ってどこで勉強したらいいのか分からないっていう状態なんですけれども、はい、ということで門が開門、閉門開門ということで、ね、ガタ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 ビーンってなってる、むちょくちょくってなってる中で、白馬にまたがったですね、ゼルダ姫と、それから、母乳のインパが走り去っていくということですね。なんか見覚えのある顔がいるでもあいつ誰だっけ、とりあえず分かんないけど、青いものペーって投げとこうということで、はい、ソフトボール投げ 63m の記録でございますね。それはうちの親父の6勝6の時の記録でございますね。はい、で、なんか堺市から表彰されてましたね。はい、相変わらず音楽が流れてないので、果たしてそのタイミングで音楽が流れてるのかわからないんですけれども、髪の毛と眉毛どうなってんの、よくよく考えてこれ眉毛と髪の毛くっついてんじゃねえか、おかしい、どうかして、これを小僧、今、悪魔を、こっち、教えてもらう。暴いだする気がいい。借金、かっこ悪立てねえし。M 字ハゲオや、ほんまに。やるのか、この、面白い。握った。これなんでこのタイミングで襲ったんだろうね。最初そのハイラル王に忠誠を誓ってるふりをしてるってなって、小僧、俺の名を覚えてるか、俺の名は M 字ドル、世界の支配者となるものだ。ゲルド族ってさ、女が中心の一族でさ、100年に一度だけ男の子が男が生まれるみたいなこう言われてる一族なんですよね。だから、なんだろう、ワンピースでいうと、この、ニョガ島みたいな感じで、誰かがその、子供を身ごもって、なんか、ね、街に出た人が、男と、こう、慣れ初めで、こう、キャッキャイチャイチャ、ウフフ、ドックンドックンになって、で、帰ってきた結果、男の子が生まれるって、それが、100年に一度、ペースで起こりますよ、みたいな、そういう俺、オチなのかな。ということで、おります。取れません。諦めます。ダメダメ。物語です。いいんです。あれちょっと待って、本当に取れない。何なんか結界かバリアか何かが張られているのか。あ、取れた取れた。そんなことはね。時の遅れを見つけたゼルダが残した王家の秘宝、神秘的な光を放っている。ルーホス、聞こえますか？私です。ゼルダです。ルーホス、あなたがこのオカリナを手にした時、頭でか。あなたの前からもういなくなってるでしょ、自分で言った言葉で。
あなたを待っていたかったけど、もう間に合わない。せめて、このメロディーをおからに込めて送ります。あのこれ個人的にはさ、この曲も好きは好きなんだけど、そのまあ時の歌って曲だからさ、その時間を操るっていうのは好きなんだけど、あのほらなんだっけ、あれこの勇者ダメだ。あれですよ、あれもうおっさんだな、もう完全にアルツハイマーなってんじゃん。違う、次回作でさ、あなたとの思い出の曲をってさ流れてさ、時の歌を教えてくれるけどさ、どっちかって思い出の歌って個人的にはゼルダの子守歌の方なんだよな。初めて教えてもらう曲だし、やっぱり二人がねこの作品でもなんか最後の方で流れるのもそれだしさ、さあ時の神殿の石板の前でこの歌を、トライフォースをあなたが守って、チュン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 、めっちゃなんかあれだね、サリアじゃねえや、ナビーが元気。いろいろとこうこのゲームの中でまだまだやらなきゃいけない子供時代のことっていうのはたくさんあるというか、まあ、できることもたくさんあるんだけど、もうねそのサブストーリーをやるわけではないから、まあメインはメインストーリーだけをねこうサクッとやっていくと、まあ、他にもねいろいろ今ポケモンスナップだったりとかさ、それから星のカービィとか罪と罰とかさ、なんかいろいろこうまあやるわおーここに落ちたら どうしたらいいの。ちなみにここで夜になったらあれなのかな、生えてくんのかな、スタルキッタ、そう、そんなのが出てくるかなっていうところなんだけどね。はい、まあなんかこの動画のなんかね2分前3分前とかにものすごい勢いでベラベラ喋れてたんだけど、なんか急にその意気消沈しましちゃったよってなったら、あーだってるテクの盾がない、どんまいとどんまい。じゃあこれと、うん、あこれでいくか。なぜこうなっているのかっていうラインナップに関しては富木氏でございます。まあ分かる人には分かるかもしれない。これってこうしたらあれなんか出てくる、ティルティルティルティピン、ヒューマン。あーまあ別にいらないっちゃいらないか、バヤヤーン、あれねえのか、よいしょっと、ペケペピーン、ゴルピン、テレテテレテテン、この音だった。あ、一応で、さあ早く夜になってくれないかな。あ、ゴルピンが美味しい。もうね、春になって、ね、まあちょっと気温が上がってきている時期なんですけど、珍しくてね、僕はアイスコーヒーが大好きなんだけど、今ブラックコーヒーを飲んでる。足元がすげえ冷えんだよな。まあ、急に考えたらさ、いいじゃん別に。そして何事もなかった世界。ええ、街の中こんな駆け抜けてってる。ああ、でもあれ一応夜っていう設定だからなのかな。よくわかんないけど。よし。どうすればよかったんだよ。何を皆さんお付き合わせてダラダラダラ。おっとー、なんか画面の左の方に泥棒さんがいるぞ。この作品では泥棒じゃないはずなんだ。泥棒だったっけ、わかんない。よし、こっち行くで。こっちじゃないよな、こっち名前なんだったっけ。あ、リチャードアーマスやったなってば。あ、でもここでリチャードって出てきてさ、でしかもザマスについてくってことはさ、あれじゃない、小田先生さ、もしかしてここでほら、リチャード星って出てきたじゃん。うちのリチャードちゃんザマス、感謝感激アマス、俺にこれ差し上げるアマス、私天竜人でアマスっつってさ、あと一個であれだ、夜は夜勤会って危ないだもん、あんたに出ないザマス、うちのワンちゃん心配アマス、つぶつぶさ、じゃあお邪魔しました。あと一個あれだな、どこかで手に入れたいよね、ハートのかけらね。ハートのかけらもどこでどうでやったら手に入るかっていうのがあまりもう覚えてないんですよね。ということで、ゴム中やる。ラッシュー、水量限定新型爆弾ウルトラスルキルバルムチュダルダダ。ちょっと待って、もういいや。20個買っちゃおう。チャラチャチャー、ゴム中手に入れた。Thank you。やめとく。ソールドアウト。ここでソールドアウトしたらもうそれでおしまいっていうところなのかな。ゴム中ってなんか、でもあんまり使う場面がないなっていう気はするんだけど、まああったらあったら面白いね。ということで、唯一ね、直接的な描写は、おお、少年、お前は森から来た少年か？あ、会えてよかった。お前に伝えたいことがある。ゲルドの盗賊を
ガロンドルフが我が王を裏切ったのだ。毛を察知した母乳のインパはゼルダ姫を連れ城から脱出した。私はガロンドルフの追手を食い止めていたのだが、無念だ。姫は森の少年そう前を待っておられた。何かを渡そうとしておられた。それを受け取ったなら時の神殿へ急げ。あ、もう動かない。屍のようだ。はい、でここはお邪魔しまーす。ごめんね、なんか野犬連れてきちゃって。で、壺も割ってごめんね。なんだ、なんでかウロになると町人が増えるんだ。不思議だよな、まず。おめえは平和でいいな。なんで本当に野犬増えるんだろう。なぜ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 わかんないな、まあ、ちょっと理由はわかんないですけど、ちなみにおっさんたちは何してんの。子供がいるの町、ウロウロんじゃない。なんか、理不尽にキレられた。あの右端の方にちょっと奇怪な行動をしている二人組が映っておりますが、皆さん無視してお願いいたします。今回のパートはね、なんかストーリーは進むんだけど、なんかプレイ動画というよりはちょっとなんか ムービーが中心になる感じなんですね。まあもう10分以上もプレイしてて何を言っとんねんっていう話なんですけど、まあまあまあ最後までお付き合いくださいな。まあこの曲もなんか荘厳でいいよね。チェック。3つのくぼみがあり、文字が刻まれている。3つの精霊石を持つ者、ここに立ち時のオカリナを持って時の歌を奏でよと刻まれている。まあ素敵だよね。ということで、どうだったっけ。間違えた。OK。 あ、この曲覚えたんだったらあれかな、先に あのカエルちゃんやっとけばよかったかな。ね、カエルちゃんで4つ、5匹中4匹まで、カエルの歌がってやってたもんね。あったな。まあいいや。ということで、おー、くる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 くうん、いくぜ。立ち当たりいきまーす。えいっ。あ、あ、なんか立ち当たりできないのか。そんなことはない。あ、無理。立たない。逆方向から。そんな時間ないんだよ。行こう。みんなを突き合わせ。あお、なんだ。あ、そう、ここでムービー入るんだ。オッケー。これは伝説の剣、マスターソード。抜いてごらん。攻撃力が2倍になるよ。よし、オッケー、つかめた。抜けない剣なのかと思った。その時のね、なんか変身する、あ、おお、完全に塚にお手手がなんかもう挟まっちゃってるよね。急に出てくる M じゃん。ドゥルドゥドゥドゥルドゥ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 。わあ。ご苦労だった。俺の思った時の扉の鍵はお前が握っていたのだ。お前がこの俺を聖地へ導いた。感謝するぞ。ああ、悪者を演じる声優になりたかったよな。ブルーホース、目覚めよ、選ばれし、ブルーホースよ。ふわ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 。さあ、皆さん、一体、ゼルダじゃねえや、リンクの姿はどうなっているでしょうか。7年も寝ていたということだったね。日暮さんだったっけ、日暮さんじゃねえな。なんかほら、両津勘吉に出てくるさ、確かめ出てくる、なんか4年に1回しかオリンピックイヤーにしか起きてこないっていう人がいるじゃん。あれよりも寝てるんだぞ。7年間も寝てるからさ。すごい寝坊すけだよね。はっ、ハゲてる。M 字からハゲた。あ、違うか。わしの名はラウ。その昔、時の神殿を作り、聖地との道をつなぎし、ここは源氏が
聖地の要である光の神殿に残された最後の、お前が時の台座から抜き取った大魔の子マスターソード、それが聖地への最後の鍵だった。ブルーホース、落ち着いて己の姿見るがよ。おちんちんに毛が生えてる。ここじゃねえんだよな、そこじゃないんだよな。見て、ブルーホース大きくなってる、成長してるよ、心もあそこも。バスターソードは心悪しき者は消してくれることのできぬせい、そして時の勇者としての資格あるものだけが台座から抜き払うこともできる。しかしお前は時の勇者としてまだ幼すぎ、それゆえお前の魂は7年の間眠り続け、そして今時の勇者としての目覚めの時が訪れる。どうじゃ斧が運命理解したか、今一度思い出すが、ハイラルの平和を願ってお前が開いた時の扉からこの禁断の聖地あろうか、ゲルドの盗賊王、M字ハゲオが侵入してきた。奴は聖地の中心、この光の神殿でトライフォースを手に、その力で魔王となった。奴の魔力は神殿を通して流れ出し、わずか7年でハイラル全土を魔物の国へと変えてしまう。もはやこの聖地でさ、わしの力が多い場所はごくわずか。この賢者の魔だけに過ぎぬ、弱すぎん。しかし希望はある、我らに賢者の力が残っている。七人の賢者の力が目覚めして、賢者の封印は全ての悪しき力をこの彼方に閉じる。このわしダウルもその賢者の封印、そして賢者たちと共に戦う力、それが時の勇者なのじゃ。たればマスターソードに選ばれし勇者、我が光をその身に宿し、賢者の力を斧が力とせよ。ああ、結局でもね、あのあれですよね、リンク一人で戦って、こいつらはここでぬくぬくとして、あ、出番が来た、そろそろ動くかみたいな感じでねずるいよね、命削ってんのこっちなんだよな。はい、ということで、まあとりあえず、売ったら高そうな、多分あの8000ルピーくらいのね、光のメダルを入手したラウルが賢者として復活し、勇者に一つの力が宿った。時のあの神殿で閉じ込められたってことなんですかね。6人の賢者に会い、ハイラルを救うのじゃ。いいじゃねえか、やってやろうじゃねえか。でかくなったかんな、俺だって。舐めちゃいかんぜよ。あ、一瞬、あれ重くならなかった、大丈夫。ふわ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 。鼻高っ。イタリア人みたい。イタリア人なのこの。ブルーホース、時の神殿に戻ったみたいね。元にラナルも立ったのかな。あれ、子供の時使えたのに使えなくなった武器があるみたい。とにかく心が出るしかなるそうな練習プレイヤーじゃ。次に今ここならって言っちゃった。あ、いいや。さあ出ていこう。出た、ミスターチューニ。シャキン、あ、待っていたよ時の勇者。この曲たまらないんだよね、いいよね。世界が魔に支配する、もう一回やらせてください世界が魔に支配されし、聖地からの声に目覚めし者たち、5つの神殿、一つは深き森、一つは高き山、一つ広く水、一つ屍の山、一つ砂の女神。目覚めし者たち、時の勇者の出て魔を封じ込め、やがて平和の光を取り戻す。我らシーカー族の残る神殿についての言い伝え、神々やなあかんな、僕はシーシーカー一族、伝説の聖剣マスターソードを持つ者、それが時の勇者。君が言い伝えを信じなら、つくの神殿を探し、5人の賢者を目覚めさせるほかはない。
今森の神殿で一人の賢者が目覚めの時を待って君がよく知っている少女。しかし神殿に救う魔物の力で聖地からの声をその少女に伝えることは不可能。そして今の君には神殿に入ることさえできない。僕の言葉を信じるなら明日かかりこ村へ行くがいい。いいね。あ、はいはい、じゃあ行きましょうか。はい、ということで、じゃあまずはかかりこ村に行って、キャッキャウフフするところからまあ始めてみようかなと思いますね。はい、急におっさんの声になってる。へーって、まあ、声変わりするとこうなるよっていうね。まあ、普通か、一般的だよ。なんの変なこともない。ああ、間違えた。すごい浮いてるよね、なんか。さーて、いろんなものが変わっていると、なぜか闇に包まれて。これ、しかもね、7年後の世界を仮に救ったとしても、元に戻らない。うちらあれなのかな、その、ハイラル城下町でさ、あの殺された奴らの屍になってるのかな。それがなんか蘇ってリードとなってましたみたいな。怖えよな。何よりもこのリーチが長くなったことが気に取った人。みんな話はどうでもいい。すげえ酒飲んでんな、おい。どっちか当てても、なんとかウイスキー知らないんだけど。あ、なんか強いぞ、この人。よし、ほい。ほう、なかなか威勢のいい兄さんが。勇ましくておまけにいい男。ブルーホースって言うんだろ。驚くな。オイラは人の心が読めるんでね。オイラも兄さんみたいにかっこよかったらちょっと違う商売できたのね。オイラの店はハイラル唯一のゴーストショップだ。こんなビジネスができるいい時代になったのもガノンドロフ様のおかげ。もっと悪くならねえかな、この世の中。王は墓場や葬儀に出没するこの世を恨んで恨み抜いたそんな奴らの魂の塊。兄さんも王を捕まえてきたら高く買ってやるよ。ファースト、まあ10体のビッグ王を捕まえたらなんかねいいことが起こるっていう話なんだけど、今回の、やつではやりません。ということで、早速ですね、ミスターチューニーのですねいうことを聞いてカリコ村に向かっていきましょう。こっちの方はなんかあれだね、すごい綺麗な感じのままなんだけどね。うん、あ、ハイラル城だけど、どうしてもガノンドロフにやられちまったって。はい。で、そんなことも言いつつ、よっしょー、シャキーン。えい、あ。さあ、かかりこ村。まあ、いろいろ変わってんすよね。いろいろ変わってんすけど、はい。ね、あ、なんかすごい暗いな。そっか、これもあれか。よいしょっと。仕方ないよね、まあ、暗いのも仕方。あ、ちょっと待って、今、あ、出た。お花が真っ赤なトナカイさん。あ、ちょうど20個だ。やった。50個まで集めたいな。50個まで集めるとさ、なんだっけ、あいつが手に入るからさ、ハートのかけらも手に入るから。じゃあ、おめえ様もあれだ。でもこれ、モダイシだったっけ。どれがかけたいの、先生、俺にこれだけど。ダララララ、もう持ってんだよ。シンドパック作って、秘密がある場所で震える。もうやってんだよな。はい、でもあれだ、固まった瞬間にお面パチパチしてたな、あいつ。ことは普通にやられたふりしてるだけってことか。なるほどな。何が。よし、じゃあ行きましょう。とりあえず今からやることをやって、ちょおめえは生きてんだな。かかりこ村の人たちってなんか火山が噴火したかなんかで死滅したっていう恐ろしいオチになってるんじゃなかったっけ。というわけで、ぼちぼちでんな。ここって入ったっけ。あ、そうだ、あれだ、新しいファイルにしたから、開けてねえんだ。ちょっととりあえず。ゆー、しかもこれあれじゃん、爆弾でポイってやったら、裏開けれんじゃね。浮いてる、親方、空に爆弾が浮いてる。うん、で奥行くと。おお、そういうことか。全然今いらんかったわ。なるほどね。ここでもできるというわけですね。はい。よいしょっと。うわー、よいしょー。なんか、このように恨みさんが、なんか、すごい、ってな。兄ちゃん、足に自信あるだか。こう見えてもらう自信あり、ここでおらと競争するだ。
ついてこれるもんならついてきな。おめえ足ついてねえけど大丈夫、ずるくねえか。で、あのついてこいよって言ってるのにさ、そんな炎をブンブンブン燃やすなんてすげえ親切だ。でもオラ頑張るだ。あっち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 。でもね、あのちょっと炎を食らうとね、待っててくれる優しさなんだよね。さあ、で、おう、なんかあれだっけ、あっちだ。50秒だか1分だか切ったらなんかハートのかけらもくれるんだっけ、2回目以降。また行ったら待ってるよって。あ、でもこんな陽気なね、でも見た目は、めちゃくちゃ恐ろしいじいさんだけど、まあ中身はすごい陽気な感じのね、あの気のいいおっちゃんだからね。まあ墓を動かそうとすると、くるれーってめちゃくちゃ切れてくる。50秒無理じゃね。ロングフックが手に入ったらあそこにバシュッと刺せばいいって話。ええ、これ1分も無理なんじゃないか。これ今時間制限ないからギリギリを攻める必要ないんだけど。6秒どうですか。ただいまのタイム1分6秒。やるな兄ちゃん、俺は内緒に連れてこれるとはいい走りしてるじゃねえか。ご褒美にダンペイさん秘蔵のお宝をプレゼントするだ。フックショットっていうだ。先っぽが刺さりそうなところにバシュッと打つ、飛んでくだ。いいだろう、役に立つぞ。俺はずっとここに住んでくから、また来いや。その時またいいもんやるから。それからな、帰り道には気をつけていきな。あーなんかもう あれね、もう心がすさんでるからエロい意味にしちゃったよね。もう先っぽを飛ばしてシュッと飛んでいきなって。はい、ということで、こいつを手に入れないと、大人の世界でのね、ファーストステージに行くことができませんので、とりあえずゲットしておきましたと。で、こいつをやっといて、セーブ、オッケーで来る。大体あ、ちょっと。あ、間違えた。オッケー。さっきからの間違えてずっと上を押してましたね。はい。音が聞こえないからさ、わかんないでね、何言ってるか。超絶言い訳なんだけどさ。ということで、はい、登っていきます。ぴょん。くるっと、くるっと、くるっと、くるっと。で、これはあそこ行けるんだっけ。あ、次、微調整かも。あ、いける、普通に。やったー、ハートが1個増えましたー。まあ、ガンモ豆腐に臨むときに、あれだよね。12個くらいあったら嬉しいよね。お前浮かれなまってんのか。7年前思い出しちまうぜ。日明けまで夜小僧がここで変な歌を演奏して風車にいたずらをしやがったんだ。忘れもしねえこの歌だ。大事な曲の後2回歌ってみましたとか、64でのコントローラーできたらもっと早くできるんだろうな、多分な。ペパパ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 ってて。すげえな、白目向きながらくるくる回してるんだよな。なんで犬が、なんで犬がリーダーなんで、なんで犬がリーダーなんだよ。嵐の歌を覚えた。たーたらたたーたら。あ、おかしら、おかしら、ってことないのか。こんな歌だと教えるからでしょ、あなたが。うー、負けない、私負けない。オッケー。で、これ出たらもう。室内なのに雨が降ってるってまるで単なる雨漏り野郎だよな。ここは今あそこにいても仕方がない。おーおー、おっさんどうした、なんでそんな端っこいじめられたの、どうした、話聞くよ。この村の井戸の水は風車の回転で汲み上げてたらしい。今は枯れてるからな。うおっほん、これまあ今いけないもんね。よし、んーでっと、よいしょ。でこの中であれだよね、タロンがネタロンね、寝たろ、すげえジャンプ力。よし、じゃあ特に行くところもないと思いますので、今回はまあストーリーを進めるのが中心だったんですけれども、やるべきことはやれたかなというふうに思いますんで、一旦ここでね、中断をさせていただきたいと思います。次回まあ一人のなんか森の眠れる森の美女かがなんかいるらしいので、そこにね向かっていきたいというふうに思っておりますんで、ぜひ次回パートもお楽しみいただけたらと思います。ということでね、今回の動画は以上でございます。ぜひ、ね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して明日、のね、明日というか、まあ、次回パートもお楽しみいただけたらというふうに思います。ということで、今回は以上です。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。